東京証券ビル本館とは、かつて日本の東京都中央区日本橋株都町にあった建築物である。かつての東京株式取引所が1927年落成させた新市場館に次ぐ同所事務所にあてる本館として計画し、1931年4月完成させた。同所は第二次世界大戦中に、 日本証券取引所として統合されたので同所の所有となることを経て、連合国軍最高司令官総司令部の命による同所解散後は、その施設を引き継がせる趣旨より設立された平和不動産会社が所有、運営に当たることとなった。また1946年6月よりは同司令部が接収の上、当初はエクスチェンジホテルとして、後には、 極東海軍総司令部となしていたのであったが、1952年12月27日解除となったので、接収中に破壊された、設備等を修理の上、同省を引き継いだ、東京証券取引所が、翌1953年6月1日より沈借する運びとなったのであった。時世の推移より、同社、同所等の間でこれを改築しようとする儀がまとまり、 ついに1982年4月8日をもって解体式許可の上帝なく工事に着手された。そして1984年、後地に東京証券取引所ビルと称される建築の第一期部分である市場館が完成させられたのである。設計は横川公務所である。道理屋敷円柱上に鎮座した男女8体の彫刻は斎藤蘇願作であった。 平和不動産40年史7から41ページ。平和不動産40年史44ページ。172から173ページ。平和不動産40年史97から116ページ。ありがとうございます。